シウンイン空よろしくね。猫かぶってんじゃねえぞてめえ。どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、シウンイン空がね、プレイヤブルキャラクターとしてデュエルリンクスに実装されましたので、こちらのキャラクターもね強化していこうかなというふうに思っております。いやなかなかねちょっとマスターデルの方で結構忙しくて、デュエルリンクス手出す時間がなくてね、なかなか大変なんですけど、さすがにシウンイン空くんはですね、あのプレイヤブルにせざるを得ない。あの僕このキャラクターが使うデッキめっちゃ好きなんですよ。ファーニマルデストーイっていうデッキ、 OCC の方でも結構ずっと使ってて、であのマサゼルの方でも、ね、いくつか動画出してるんですけど、こちらのデッキが、まあ、デュエルリンクスでも使えるようになるということで、まあ、新パックのね、情報も来ましたので、こちらのキャラクターの評価をやっていこうと思います。まずですね、あのこの可愛い見た目とは裏腹に猫かぶり度、これ星5ね。あのね、まあ、基本的に猫かぶってるんだこのキャラクター。可愛い声してんだけど、あの死ぬほど猫かぶってて、まあ、みんなの前ではね、こんな感じであの可愛い男の子としてあの演じてるんですけど、もともとね、あの融合次元のデュエリストで、まあ、要するにそのアーク5界をぶっ壊そうとしてるね、まあ、次元のデュエリストで、ね、本性はかなりゲス寄りなんですよ。あのどっちかっていうと、あのフォー様とかあのベクターとかあっち系、人間性は結構ゲスいんですよ、こんな顔して。で、最終的にはね、まあ、一応ゆうやくんのね仲間として戦ってくれるようになるんですけど、改心してね、僕はもうベクターとかフォー様にあの調教されて育てられてきたんで、アークファイブ見てる時はね、こいつどっかで裏切るんだろうなってずっと思いながらアークファイブを見ていました。まあ、最終的に裏切ることはなかったんだけどね、どっかで裏切るんだろうなずっと思ってたっていうくらい結構ゲスキャラクターなんですよ。で、得意技顔芸です。得意技顔芸、顔芸星5。あのね、ソラ君といえば顔芸みたいなのがありまして、まあ、フォー様とか、まあ、ベクター様と同様に、まあ、とてもね顔芸がお得意でございましてね、特にね、あの僕が崇拝しているあの黒崎俊さんっていうあのレイドラプター使いのイケメンがいるんですけど、アルファイブでね、まだ来てないけどデュエルリンクスには、その黒崎とソラのデュエルめっちゃかっこいいんです。黒崎さんがで、ソラめっちゃ下水の、なんかその顔芸がすごくて、その回がぜひね、その回だけでも見てほしい。アークファイブ見たことない人は、多分ね、僕個人的になんですけど、シウンイン空 VS 黒崎駿のデュエルがアークファイブでは一番面白いと思う、個人的にはね。うん、で、あのね、デッキパワー、これデッキパワー星5です。これね、こいつが使うそのファーニマルっていうデッキめちゃくちゃ強いんですよ。まあ、融合をね、得意とする、まあ、ファーニマルデストーイデッキっていうね、デッキなんですけど、可愛いね、こういうそのあのファニマロールとかこういう可愛いモンスターをあの融合するとなんかすげえ気持ち悪いモンスターが出てくるっていう、そういうデッキなんですけど、とにかくね、下級モンスターのアドバンテージ獲得能力がすごい高いんですよ。まあ、融合してんのに全然手札が減ないっていうね、なんか要は逆に増えるみたいな、融合してんのに手札が増えていくっていう謎の現象が起きていくんですよ。そのぐらいアドバンテージ獲得能力が高い非常に強い融合デッキであるということをですね、もし興味がある方はね、マスターデルの方であの動画あるんで見ていただければと思います。で、まあ、レベラー報酬とね、スキルの報酬をちょっと見ていこうかなと、思うんですけど、まずですね、レベラー報酬ですね、レベラー報酬星4くらいは上げてもいいかなと思います。で、このね、ファーニマロールっていうもんさ、これが、全部で3枚、レベラー報酬にあるんですけど、こいつ結構ね、キーカードになってくると思います。リンクスだと。ちょっとね、デストイパッチワークがなんか見た感じ、多分レベラポーションにも、新パックにもなさそうだったんで、ファーニマルオール君で融合を持ってくるか、もしくはこいつの500ライフを払って融合するっていう効果で融合していくことになると思う。とにかくね、融合デッキだからファーニマルっていうのは、だから融合ができないと意味ないんですよ。なんで、こいつがキーカードになってくるんじゃないかなと思いますね。こいつが3枚あるのは非常に優秀なのと、それからこのエッジインプシザーっていうモンスターですね。このモンスターも、レベラポーションで3枚ゲットできるようになってるんですけども、こいつはね、デストイシザータイガーっていう、相手の盤面をめちゃくちゃぶっ壊す、まあ、融合モンスターがいるんですけど、まあ、そいつの融合素材に指定されてるんですよ。だから、まあ、これもね、まあ、1枚か2枚は絶対積むことになると思うので、まあ、これもキーカードではあるんでね、これはまあ、ありがたいっていう感じ。で、デストイシザーペアはね、そんなに使わないかなと思うんだけど、多分ね、まあ、俺は少なくとも、マスターとか OCG の方ではこいつデッキに入ってないぐらいのレベルなんだけど、まあ、リンクスではもしかしたら活躍できるかもしれない。まあ、これの専用のなんかスキルもあった。見たら。で、このトイポットなんですけど、これはね、2枚なのかな、レベラポーションに一応2枚ある感じで、まあ3枚は集めないっていう感じなんですけど、これめちゃくちゃ強いんですよね。
これめちゃくちゃ強いんですよ。まあ、簡単に言うと、こいつを墓地に送ることによってアドバンテージを稼いでいくっていうデッキになるんですよね、ファーニマルって。手札を1枚墓地を送ると、デッキから1枚カードをドローして、ファーニマルだったら、手札からモンスター特殊召喚できるしか、ファーニマルじゃなかったら、カードを捨てなきゃいけないっていう効果なんだけど、このね、1番の効果と、2番の効果ですね、このカードが墓地を送られた場合に、デッキからエッチンプシザーかファーニマルを持ってくるっていう効果。これをね、うまいこと活用して、素材を供給して、まあ、融合をボン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 していくっていうテーマになるんですよね。ファーニマルっていうのは。まあ、これね、まあ、できればね、まあ、3積みとかできればよかったんだけど、まあ、一応2枚でも、ファーニマルベアっていうモンスターが、今のね、なんだっけ、周回の報酬になってるんで、まあ、そいつ入れれば全部で5枚耐性はできるんで、まあ、全然大丈夫かなっていう気はしますね。あと、今、リンクスにはないけど、愚かな服装とか、魔法トラップカードを墓地に送るっていう効果でも、こいつの2番の効果が発動できるんで結構強いです。で、まあ報酬はね結構ね以上なんだよね。まあベアが3枚と、シザーが3枚と、オールが、3枚と、まあ、トイポットが2枚っていう感じなんだけど、まあ十分かな。こんだけあれば結構十分かなっていう感じはする。まあ、できればね、クルエルホエールっていう融合モンスターと、あとエッチインプサイズっていうモンスターがいれば、まあ、もっとね、先行やることができたかなっていう気はするんだけど、ただちょっとね、その辺はね、まあ、今後の実装カードに期待するとして、まあ、今回は、まあ、星4くらいは上げてもいいんじゃないかなっていう気はしてる。で、スキルですね。スキルね、あんま強くなかった。見たけど、スキル大したのないですね。まあ、多分ね、運営さんビビり散らかしてると思います。最近ぶっ壊れスキルをねバン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 実装して多分環境をぶっ壊してる気がするんで、多分ビビり散らかしてまして、ファーニマルあんまり強いスキルないですね。一応固有スキル見ていくんですけど、獣の天使、道具の悪魔っていう、スキルは3ターン目以降にしか使用できなくて、結構ねファーニマルって得意なのは高校ワンキルなんですよ。結構高校でバン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 融合してワンキルしていけるテーマなんですけど、ちょ3ターン目以降若干遅いなっていう。でエクストラデッキのデスト融合モンスター1体を見せると、そのモンスターのカード名が記されている融合素材モンスター2体まで、デッキから墓地に送るよっていうことで、さっきのねデストイ、シザーベアとか、こいつの融合素材とかを墓地にポンポンと送って、墓地から融合できるデストイフュージョンっていうミラクルフュージョンみたいなカードがあるんですよ。まあ、それで多分融合していくっていう感じになるんじゃないかなっていう気はしてますね。まあ採用圏内ではあります。まあ、ちょっと制約は重いですけどね。まあそんなに強くはない。で工場稼働、これはねちょっと条件が重いかな。自分の墓地に融合モンスターが3種類以上存在するときに、自分の通常のドロー前に、デストイファクトリーっていうねこのカード、これを、自分のフィールドに表側表示出すっていう、これね墓地に存在する、融合またはフュージョンのカードを除外するとなんかその融合できるよっていう永続魔法なんですよ。で墓地を変えると一応デストイフュージョンを回収できるよって除外されている、そういう効果を持ってるんですけども、まあ普通はまあ融合から入っていくから、これそこまで優先度が高いカードではないんですよね。まあ入れても1枚かなっていう感じはするんですけど、まあ一応これを、まあ、スキルで貼れると。ただこのね自分の墓地の融合モンスターが3種類以上ってのはちょっと重くて、まあ、デストイクルーホエロとかいれば結構デストイモンスターバン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 墓地に溜まるんだけど、そこまで墓地にね簡単に溜まるかと言われると3種類ね意外と難しいかなっていう気はするんで、まあ、そこまで強いスキルじゃないかなと思います。でシザーベアーパレード、これはですねワンチャンあるかなっていう、このデストイシザーベアーを、まあ、十分に活躍させられる、まあ、スキルになってるんじゃないかなと思うんですけども、デストイシザーベアー1体を選んで、相手の墓地からモンスターを装備して、そのデストイシザーベアーの効果扱いとして装備できるっていう、まあ、ちなみに効果は装備したら、打点が1000アップするっていう効果なんですよ。これがだから3200になれるっていうことですよね。まあ、もしくは、そのモンスターは通常の攻撃に加えて現在自身が装備している装備カードの数まで、攻撃できるっていうことで、まあ、一応こいつ戦闘破壊すると相手のモンスターパクるっていう効果を持ってるんですよね。装備して、まあ、サクリファイスみたいなイメージですわ。あんな感じ で一応ね一番ね可能性はあるかなと思ったのはこのスキルですね。デュエル開始時にデストイシザーベアを追加して、で1500減った後にエッチインプシザーかファーニマルベアか、融合か、デストイファフュージョンをどれか1枚お手札に加えるよっていう、まあ、この効果ですね。で自分はデストイ融合モンスター以外のモンスターを特殊ができないっていう効果があるんだけど、まあ、この辺のスキルくらいしかねあんま使い道なかった気がするんだよね。これザーッと見たけど、うん、まあ、これは一応ね確定で融合持ってこれたり、まあ、トイポットを持ってこれたりフュージョン持ってこれたりするんで、まあ、確定のドローは強いかなっていう、まあ、ちょっと1500ライフ若干重いかなっていう気がするけどね。はい。で、ドドーンってやったらババーンと返して、まあ、こんな感じでね喋るんですよ。作中彼は自分のデストイ融合モンスター1体を選び、ターン白地まで攻撃力500アップすると、
次の相手ターン、相手フィールド上のモンスターの攻撃力が500アップする。要は1回自分打点アップして、で次のあなたのターン、あなたのモンスターが打点アップしますよっていうことですね。はい、まあ、これはまあ作中を意識してます。まあ、黒崎駿さんとのあのデュエルはなんかこんな感じでした。はい、まあシーソーゲームでっていうか、はい、なかなかねいいデュエルだったんですけども、まあ、あの相手のモンスターの打点は一瞬アップしちゃうけど、まあ、条件なしでいきなり500アップできるっていうことで、まあ、ワンキル性能は結構高くなるんで、まあ、これも悪くはないかなと思ってますね。まあここまでね、打点アップしても、ワンキル取れるけどね、多分ね、デソ融合モンスターの効果だけで。で、フュージョンリターン。これ自分のフィールド上に融合モンスターがいると、なんか墓地の融合、またはフュージョンをデッキの一番下に戻すよっていう効果があるんですけど、まあ、まあ、何度も融合を使い回しできるっていうことですわ。まあ、そこまでね、強くないというか、正直、この効果、上位互換のモンスターがファニマルにいるんですよ。墓地の融合を回収できるっていう、まあ、そのファニマルモンスターがいて、まあ、それとか使えばいいかなと思うので、これそこまでかなっていう気はしますね。まあ、手札に加えるだったらさすがに強かったけど、手札に加わるわけじゃないし、デッキ戻しちゃうわけだから、まあ、そこまでかなっていう。まあ、総じて、スキルはそんなに強くないと個人的には思う。ただ、まあ、レベルアップ報酬がかなり強いし、新パックでめちゃくちゃ強化されるんで、ファーニマルね。まあ、環境あるんじゃないかなと思いますけど、先行やれることがあれば、はい。後攻はめっちゃ得意です、このデッキ。はい。というわけで、全体評価はまあ、星3くらいかな。うん。まあ、レベルアップ報酬は星4くらいで結構強いけど、まあ、ちょっと、スキルが微妙っていう、そんな感じ。まあちょっと新パックね、なかなかちょっと時間取れれば向いていきたいと、思っております。ファーニマルはねちょっと組みたいですね、個人的には好きなんで。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。